礼する。ここで錬金術の調合を行っていると聞いて。あ、はい。一応錬金術のアトリエで。うわー！どうした？何事だ？顔が怖い？あ、違う、じゃなくて、だからその険しいっていうか、怒ってるっていうか。必死にごまかされると逆に辛いな。別に気はしない。不本意ながら言われ慣れているから。ごめんなさい。そうだ、以前助けてもらいましたよね。私ちゃんとお礼言えなくて。助けた？私が君を？はい、あの初めてアーランドに行った時のことなんですけど、馬車がモンスターに襲われて、その時に。悪いが覚えてない。そういったことは日常茶飯事なのでな。そうですか。どうしたの、トトリちゃん。すごい悲鳴が聞こえ。はあ、誰？この顔の怖い人。さすがに連続で来ると答えるな。うーわー、とにかくお姉ちゃんは向こう行ってて。うん、あの本当にすみませんでした。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。いや、いい。本当にいいんだ。未だに君の師匠にも怖がられるくらいだからな、私の顔は。私の師匠って、あ、そうか、ロロナ先生とお知り合いなんですよね。クーデリアさんから聞きました。ほう、彼女から。はい、確か、お名前ステル、なんとかさんって言うんですよね。ステルケンブルクだ。ステルクでいい。ステルクさん。あ、私はトトリって言います。よろしくお願いします。まあ、そういう縁もあって少し話でもと思ったんだが、今日のところはおいとまさせてもらおう。怒ってないと言っている。もともと時間があまりなかっただけだ。むしろ懐かしい気がしたな。君の師匠と初めて会った時を思い出した。また近くに来たら寄らせてもらおう。その時は怖がらないでほしいものだな。気をつけます。
すごく優しそうなんだ、ステルクさん。大失敗。もっとゆっくりお話ししたかったな。まあいいか、また来てくれるって言うし、次はきっと大丈夫だよね、多分。